16番のメイク・ザ・ビートが最後の枠入り16頭ゲートに収まりましたスタートしましたおっと5番のシルバーブレッドややつまずきかねんースタート4番ブラストンベリー3番リファインドバナー4番のグラストンベリー今日も行きます2番手3番 ディファインのマナー6番ハイエストポイント外から15番のサンライズ・アーリオンが位置を主張して2番手まで上がっていきました8番の名をジブリが続いてあと10番名をモズそのうちに1番のタガノエスコートが中段バグの中ですそれから16番のメイク・ザ・ビートは外目を通って1コーナーをカーブしていきます 今日も逃げる4番グラストンベリーハンデ5 2キロの長嶋愛美騎手先頭リードが2馬身です15番サンライザーリオン2番手3番手インコース6番ハイエストポイント4番手の外目8番名勝ジブリが3番手に並んで第2コーナーからバックストレッチ残り 1000m ですその後ろ5番手グループ固まって1番タガ野エスコート真ん中には10番名勝モズがいます外目を通ってじわっと16番メイク・ザ・ビート前との差を詰めていきますその後ろも一塊になりました3番リファインドマナー それから2番のローズスターがいて馬群の中13番レリディージ・ダモーレそれから12番のロコポルティその後ろは5馬身、馬群が少し切れました9番ハンディーズ・ピーク促しながらの追走14番、浦谷11番、里野スライブ後方から2投目最後方から5番、シルバーブレッドです600をすでに切って3コーナーから4コーナーの中間地点4番、グラストンベリーに15番、サンライザ・アリオン早めに並びかけていって400切りました今度は15番、サンライザ・アリオン先頭に変わった2番手からムチを振るって1番、タガノエスコート6番、ハイエストポイント4コーナーから直線 この後ろに13番レディ・ジール・ダモーレ四番、グラストンベリーは交代その代わって3番、リバインド・マナー200を切った早め先頭15番、サンライザー・リオン先頭ですが外から迫ってきた1番のタガノエスコートさらには13番、レディ・ジール・ダモーレしかし15番、サンライザー・リオン止まらない15番、サンライザー・リオン3馬身リードでゴールイン2番手2、2頭13番、レディ・ジール・ダモーレ1番、タガノエスコート2番手、3番手は接戦。